のくせに物理攻撃とかしてこないでくれるかしら。ゲームの中なのに現実的な話とかしないでもらえるかしら。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。これなんなんやろうな。これなんかスイッチ、なんかないかないこれ。いけ、ドリフのコントみたいな仕掛けですね。あ、なんかわからんけど、これスイッチの上にワニのマークがあって、今多分ね、これがスイッ、ん？光当てたらライオンみたいなマークのとこで止まったんよね。それをワニにせんといかんってこと？どうやってワニにすの？ちょっとよくわからんねえけど。なに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 、お、今なんか拾った私。得体のわからないものを拾って喜ぶアユナシ。なんかこれ沈み寄る。ここの上から。はっ。どや。あ、通り過ぎた。痛い。あ、重さってこと？ってことは、ってことはだよ。なんかこの辺の一個ポイってや、あれ？あ、ポイってやるか、私が乗らずに、他のものを、この上に、全然ひっついてくれんぞ。砂をあっちにやるとか。よいしょ、よいしょ。めっちゃもっさりなった。どうやろう。あとちょっとや。あとちょっとやけん。なんか、こっちの砂も、向こうに。あー、もうちょいもうちょい。よし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 。これでどうよ。結構もっさりいったけど。はい。あ、やった、ワニになったよ。どう、まるー、イエーイ。え、なんか閉じられた。え、閉じられたし下がってきたんだけど。え、なに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 、え、待って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 、なんか作動しだしたってこと？え、ちょっと待って、今度は、何、あの猫みたいなマークにせんといかん。ちょってことは、だいぶ減らさんといかんってことよね。え、ちょっと待って。だって普通の状態、この状態でライオンやってるか。ってことは、これを減らして、どう？これでどう？うわ、足りねえ。痛い。え、待って。え、でもこれじゃ重すぎるんかな？どうなんやろ？この上乗せて。落ちてくる天井にビビりながらも、何度か重さを合わせて。やったー。で、あ、なに、終わり。あー、よかったー。なんか出てきたよ。あ、これで進めるの。水が止まるってこと？水っていうか砂？何がどうなったんかがよくわからんけど、とりあえず危機は脱したわけやね。あー、よかったー。ふぅ。隣の部屋に行こうとしたら、ザコウバカたちが出てきたので、サクッとやっつけて。さあ、これで、なに、え、ちょ、え、なんか増えた。待って、ミイラ増え、あー。なんか周りにいっぱい、こいつら倒さんといかんのか。周りにいっぱい砂が。ちょ、待って。お、お前。よし、オッケー。はい。ちょっとずつ中身が。待てよ。おい。へい。なに君。どこ行った？いた。君どういう状態？初めて見た。なんか、テレサの顔転がってきて、ちょ、こっち来い、こっち。お、行きましょう。は、へい、よっ、オッケー。で、そこの紫の子。紫の子どこ行った？あれ、消えた。土の中にいる、もしかして。あれ、気のせいか。なに、どこにいるの。あ、来た。ちょっと待って、テレさんにやられそう。あ、ちょっと待って、危険危険。
剣結構なダメージ。よいしょ、オッケー。まだいる。あと1体紫の子いるんじゃない。どこだ、ね、どこにいるの。どっから声が聞こえてるんだ。おいー、ちょい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 、いた。なに、どこにいたの君。よいしょ、はい、いいです。ふう、オッケー。さあこれで平和、平和はいいんやけど、どこに行けばいいんかな。こっち。なんであんなにいっぱい罠作動したんやろ。もうこっちはもう多分終わったんよね。どこへ。ピラミッドから脱出してボスお化けと対決しよう。脱出せんといかんのか。右側の部屋に行ってない。こっち行ってない方。これ絶対なんかできるやつ。怖い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 。あれ、なんかこの奥にもある。何、マトリョーシカ方式ですか。よいしょ。あ、あれまだある。ちょ、え、どんだけなの。どんどんちっこくなってく。はい、あー、びっくりした。ちょっとやめてよ。なんか君ちょっとキラキラしてる。気のせいかな。でしょ、あ、普通の子よりキラキラしてない。いや、めっちゃ怖いんだけど。転がってくる転がってくる。あー、やめて。ふう、定期的にカービィ転がってくるの一体何なん。似てますけどカービィではありません。ちょ、この位置絶対やばいやつ。なんか割れた割れた割れた、宝石になった。何、体内に宝石があったからってこと。キラキラしてたの。なるほど、そんなお化けもいるのか。とりあえずじゃあ右側の部屋に。いい、またまた、あ、ハートが、ハートが埋もれてる。罠じゃ、え、罠じゃん。え、なに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 、ちょちょちょ、やめてやめて、痛い。ちょちょちょ、やめてよやめてよ、痛いって。助けてこれはどう。なあ、くそ、いなくなった。てい、じゃあ後頭部、じゃあ後頭、後頭部。これめっちゃどんどん、あー、やばい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 。ちょ、待って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 、助けてー。どうすれば振り払えるのかしら。これは、え、めっちゃ痛い。いやー、助けてー。あ、これはあれか。そうか。ちょ、待って。ヘイ。ふう。これだっけ？後頭部を蛇に噛まれるという、間抜けな体験で減った体力を回復した後、いかにも怪しい感じの像を調べることに。はい、集めて集めて、で、ちょっとその像の上に乗れるようになったりとか。しまった。え、待って待って待って、なんか来るなんか来るなんか来るよ。ん、なんか赤外線レーザーみたいな。え、鎖切られるよ。ちょ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 、え、なに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 、どうすんのどうすんのどうすんのこれ。とりあえず、あ、違う違う違う、あー、え、ちょ、待ってこれなんか止めんといかんねよね、きっと。この像、ちょ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 、何をどうすればいいの。なんかルイージがどんどん沈んでいく。キャー、ちょ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 、どう止めるのこれ。助け、おい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 、え、ちょ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 、え、あー、無理ー。おいおい、やめろよ。なんだ、どうすればいいんだ。わ、わからねー。ちょっと待って、俺砂減らして生きよるの。とりあえずこの、あー、痛い。あ、ルイージが、ルイージが
ところで、こんなところで、使わなくていいんですけど、使わなくていいんですけど、くそう。は？はあ、え？待って。とりあえず殺し寄せて、なんだ、どうするんだ、ちょっと待って、書いてないな別に何も。これを吸う、関係ない、待って、これどうすればいいんだ、吸えない、そういうことか、壊すのか、ちょ待てよ、おい、ちょ砂、ちょこの1箇所しかない、ちょ上がれる、上がれねえ。そして2度目の痛い、そんな位置におらんかったやん、ルイージ、ちょっと、あー、ボスのための金の骨がこんなところで使われていく、つらい。勝手に使うのはやめていただきたいな。ちょ、待って。砂。砂をかき集めて。ちょ、足りない。できた。こっち。なんか出てきたよ。どこまで行ったら届く？ちょ、いける。早く。行けたけど、今なんか。おい、こら。邪魔。どこ行った？消えた。出てこいよ、おい。いた、背後、おい、こら、へ、こっちにはブーイージがいるんだ、よいしょ、あぶねー、あ、戻ってきた。一通り部屋の中を見回した後に再び像へ。あ、これが、なるほど、仕掛けを動かすのもルイージじゃないといかんのか。お、これでまたしてもなんかなった、テレサの罠が。で、また戻ればいいのかな。よし、行くぜ。さあ来いよ、グイージ。あ、もうなんか砂で埋もれとんやけど、え、これで、これで何をどうするんですか。あ、なんかしま、何、また、おい、ちょっと待て、はい、いいよ、ふう、砂の中から2匹ペニャ、よいしょ、ふう、全員やっつけたんじゃない、そんなことない、いや、まだ誰かいる、なんかめっちゃ動きようんやけど、お前か、なに、なんかでかいのもいた、ちょ、待って、てーい、痛い、お化けのくせに物理攻撃とかしてこないでくれるかしら。ゲームの中なのに現実的な話とかしないでもらえるかしら。一緒に待てよ、おい、はい、おしゃー、まだおりやる、紫のやつまだおりやる、おい、いた、赤いやつもまだいた、マジか、あれ、さっきやってんかった、別のやつ違う、痛い、なんかね、定期的にハート出てくるんやけど、よいしょ、くー、お、もういける、
ふう。でもまだおるよね、紫のやつ。どこや。あ、そこ。よいしょ。砂の上わかりやすいな。君だけ？いや。はい。なんかめっちゃ部屋。ちょ、またあと3やろ。もう吸い込むだけやん。もう部屋、なんかいつの間にやらこんな砂だらけなんやけど。やばくない？足場見えねえ。その辺出てきたハート。満タン。ちょ、待って、どこへ行けばいいの？めっちゃ埋もれてきたけど。これは？なんか埋もれたことによって今まで行けんかったような場所に行けるとかそういうことはないんすか？こっちに行くんかな？ここの扉だけなんかちゃんとあるんやけど。気持ち悪いよ。くっ。へい。ふぅ。オッケー。あれ、ここ来たことないとこ？ない。しまったしまった。へい、ちょっとやめて。どこに行くの？あ、こっち。あ、開いた。そういう感じ。ちょっと待って。いやー、雲雲待って。あれ？痛い。やめてよ。で、何？どこに行けばいいの？これ多分焼き払わんといかんと思うんやけど。え？何もできんくね？じゃ、あの、松明とかが、これ何もできないの？どう焼き払えばいいの、これ。あ、なんか、ルイージの絵が描いてある。なに？て。これでくっつけて、次を。あ、もしかしてこれもくっつけ、くっつく？くっつか。もう松明出てますよ。くっつかない。あ、これ。ちょっと待って。これで、どっから出てきたな、これ。ほら、ルイージの絵が描いてある。進んでこう。これもういらんのかな。よいしょ。いらんっぽいね。なんや、同じポーズ。あ、そういうこと？なんか出てきたけど。あ、ボス？私微妙に体力減ってんだけど、ちょっと。何導かれる。次回ボス戦です。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。